はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。ということで、本日はなかなか珍しい企画ものを持ってまいりました。パチ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 ということでね、まあ内容としてはタイトルとサムネイルの通りなんだけれども、グラブルログボ税に焦点を当てたいなと思いまして、はい、なかなかないんじゃないですか。というのも、まあ、最近なんかいろんな方エイペックスレジェンズをやったりとか、まあ、僕バロラントとかやったりするんですけれども、まあ、そこら辺の縁からですね、まあ、あの別界隈グラブルをやってないよっていう人ともお話しさせていただく機会が多かったんですけれども、まあ、その時にグラブル昔やってましたよみたいな、グラブルちょっと触ってましたよっていうのとともに、グラブル無料の時だけ回してますわ、でなんかわかんねえけどちょっとやめちゃったみたいな感じの人がいらっしゃったんですよね。なんで、まあ、ちょっと今回はそういう方たちにお話しして、まあ、やっぱなんで始めたのか、それとなんでやめたのかっていうのと、まあ、他にもコラボキャラクターこれだけは取ったよみたいな感じのがあったんで、まあ、キャラクターラインナップとか装備についてとか、まあ、ちょっといろいろとね自分の限り見ていきたいなと、まあ、こここうした方がいいですよみたいな軽くちょっと教えたりとかね、していきたいなみたいな、そんな緩い企画でございます。まあ、普段ねグランブルファンたち強い状況みたいなのを見てることが多いと思うんだけど、こういう方もいるんだって、俺の中ではね結構カルチャーギャップがあったんで面白かったんで、ぜひとも最後まで見てもらえればなと思います。それでは、早速コラボ動画いってみましょう。大変よろしくお願いします。まあじゃあちょっと見ていきますか。あはい見ていきますか。じゃあとりあえず自己紹介からいこうか。じゃあ寺龍さんからじゃあ自己紹介と、はい、まあ、あと今のランクとか見せてほしい。はい、はい、気まぐれプロジェクトの山田寺龍と申します。よろしくお願いします。はい、ですねランクの方が、下の方にスクロールしたら見えます。下の方にスクロール、あこれですね、ランク82。はい、でも82ってなるとあれじゃないですか、弱バハできるから。正直その弱バハとかっていうのもよく分かってない。ああなるほどね、うん、適当にやってランク82になったけど、そうですね、なんかイベントとかコラボとかがあって、ああじゃあちょっとやってみるかっていうので継続してやってったら大体82みたいな、ね、アーカルムチケットあるんですね。何のチケット、その10-4です。あこれですね、はいはいはい、あのかな、はい、ちょっとやったんだ、多分何かが全く分かってない。なるほどね、なるほど、ね、はい、はい、なるほど、そんぐらいのレベル、はい、そんぐらいの知識ですね。はい、じゃあミクモウリュウさん、ウリュウさんって呼ぶわ。はい、ウリュウさん、あちょはいはい、すいません、気まぐれプロジェクトのナンバーワンことミクモウリュウです。ランクは62。ほうほうほう、はい、まあ、でもクラス3のジョブが今レベル16で、なんでやめた、はい、なんで始めたのか。まず始めた理由は、うん、なんか楽しそうだったからっていうのはあるんですけど、はいはいはい、なんだっけ、お歳暮、お歳暮、初中見舞い、あーなんかあったね、去年か一昨年ぐらいにさ、なんかあったよな、あった、それでしょ、なんかのやつの1000万もらえるみたいなやつでしょ。あ、そう。そうそう、あったね。っていうのもあって、なんか多分一回アカウント作ってやってたような気がしたなと思って、うんうんうん、やり始めて、本格的っていうか、まあ、そこそこやり始めたのは多分そっからぐらいで、はいはいはい。で、ちなみにその初中見舞いのやつは、一応イボの糸が当たった。おー、イボの糸当たったぜか。イボの糸当たったぜ。ほう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 。美味しいキャンペーンだったよ。なんか、カツオのたたき、製造見学キャンペーンみたいなのもあったよな、確か。ねえ、なんかいろいろあって普通に面白そ う, う, んうん、うん、イボの糸だけ当たりました。イボの糸当たって、はい、でまあその後、まあ、ちょっとやめちゃったと。そうですね、なんか事前に聞いた話だとコードギアスが好きで。はい、そうです、コードギアスがめっちゃ好きで、コードギアスコラボの時にまたやったんだ。そうですね、うんうんうん、コードギアスコラボの時にやってっていう感じで、ブルーシュとかとりあえず、はい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 、召喚獣の C2 とかも一応持ってはいる。なるほどなるほど、感じですね。じゃあまずウリュウさんの画面だからそのまま聞いていくんだけど、なんでやめたの、はい、というかなんかやらなくなった理由、明確な理由というかフェードアウトした理由みたいなのある？あ、なんか、うんうんうん、とりあえずなんか割と道のりが長かったなみたいな、そのストーリーとかのはいはいはい、がなんか結構長くって、まあ、なんかゲーム性というかゲームの
詳しい部分がちょっとよく分かんなくってはいはい、武器の並びとかね。そう、武器を強くするにはどうし、なんかもっと強くするっていうか、なんか他の人がやってるような感じでやるにはどうしたらいいんだろうっていうのが全然分かんなくって、調べてもんみたいな、何書いてあるのか分かんねえんだ。そう、全然分かんなくってよく分からないなって言って、イベントの時たまにやるぐらいしか、はあはあ、やらないようになってしまいました。なるほど、そんな感じみたいですね。じゃあ寺湯さんはどうなんですか？ランク結構高いじゃないですか、80まで上げたってなると。ちょっとそちらと、ね、俺は多分そのミクモリュウよりか早めに進めたからこのランクなんですけど、まあ、始めたきっかけはやっぱあの周りの人もやってたから、で始めたんですけど、まあ、明確にやらなくなった理由というか、まあ、ちゃんとやらなかった理由はこう何をしていいかよく分からない。そのストーリーは確かにあるんですけど、まあ、さっきウリュウさんが言ってたのと同じでどう強化していいか分からない。なんか適当になんかこれ混ぜてもいいもんだか分かんないとか、あとスキルもなんか書いてはいるけど何なんだろうってよく分かんない状態で進めて、あまりこの戦闘の面白さをよく分かっていない。なるほどね、うん、っていうので、まあ、他のゲーム分かりやすいゲームとかに行っちゃったりとか。なるほど、そういう感じですね、はいはいはい、そういうことね。じゃあまずちょっと、まあ、やめる理由っていうのがやっぱり分かりづらいってことで、じゃあちょっと装備とか見てみますか、はい、編成ボタンクリックしてもらって、はい、寺湯さんから見れば編成ボタンクリック、一番育ってる属性みたいなのありました？その時って多分この光が一番育ってますね、はいはい、ほうほうほう。武器編成見せてもらっていいですか？こんな感じです。おー、いやでももうめちゃくちゃいいじゃないですか、しっかりできてるじゃないですか。基本的にもらったやつをぶち込んでる感じですかね。なんかで、揃えた方がいいっていうのは聞いてはいるんですけど、はいはいはい、何を入れればいいのか分かんない。なるほど。っていうので一番攻撃力高かったりとかするやつを入れてあるみたいな感じですね。あ、まあ、正直こうこれを入れていいんだか分かんないっていうのもいっぱいあるし、うんうんうん、いまいちこのまあ揃えとけばいいかぐらいの感覚しかないんで。なるほどね、うん、召喚石とかもじゃあでもこの流れで見るとしっかりしてる感じがしますけどね。そうですね、うん、ステータス高いやつ突っ込みましたみたいなやつですよね。もうなんか SSR 以下のやつはなんか混ぜていいのかなとか思いながら全部入れちゃったりとか、うん、なるほどなるほど。運よくなんかこう光のやつとか結構多かったんで、うん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 、それを編成に入れてるかなみたいな感じですね。まあ、でも確かにこうやって見てみると攻撃力が高くなる法則みたいなのは分かんないけど、とりあえず側だけ真似ましたみたいな感じはあるかもしんないね、はい、そうですね、そう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 、実際に数字分かんないけどちょっとなんか攻略サイトとかしっかり見てなんか予習して、まあ武器こんな感じなんだ、強いやつ入れとこうみたいな感じで入れたけど、じゃあ実際になんでその計算で最終ダメージがこうなってるのか分かんないみたいな。いまいちこのダメージも出てるんだかよく分かんないし、うん、まあ、実際なんか強いっぽい敵と戦うとワンパンでやられちゃったりするからなんでだろうとか思いながら戦ったりするんで。ワンパンっていうのは誰を？なんかあの必殺技とか打たれるともうなんかキャラクターが全滅しちゃうとか。まあそうですね、なんかイベントとか回してると強い敵とか、あーそっかそっか、イベントが減るとか。そうですね、多分確かにちょっと難しいかもしれないですね、はい、ほう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 、なるほどね。まあでも、はい、多分寺湯さんは装備まともだと思います。僕ウリュウさんすごいと思うんで、ちょっと今見に行きましょうか。じゃあウリュウさん、ウリュウさんいっちゃん育ってる装備は？あ、育ってるっていうかキャラクターのレベルとかが高い目なのは、うんうん、闇なんだ。ルルーシュしっかり入れてると思う。やっぱルルーシュ入れてる。あ、なんか入れてます。なんか夢女みたいなの出たな急に。なんだで武器編成、あでもいいじゃん、いい武器編成して、あれその左上のビカラの銃あるじゃないですか、画面の、はい、天気でいうと1のところ、はい、それちょっと、はい、あれこれ武器スキルなんだっけな、クリックしてもろって下の方行くと、そうだよね、渾身2手だよね。あースキルレベル2かまあまあまあ可愛い感じですね、はい、多分おすすめ設定とか入れてんのかな、うん、そうですね、おすすめだよね、よくわからないんで。そうだよね、キャラクターは見た目が好きなんで、まあ、いい、いやでもキャラクターは全然ありですよ、はい、いい選択ですよ。武器編成はちょっと、うんうん、召喚石はおすすめか
ベリアル入れてんだ。まあでも序盤はいいっすね。一番メインサモンのベリアルってやつは、まあ、優秀なんだけど、はい、ちょっとデメリットがあって、はい、自分のなんかありましたよね。そうそうそう、自分の HP が2万以上にならないみたいなデメリットがあるんですけど、まあ序盤は HP が2万以上にまずならないんで、そう、いい択ですよ。いい選択です、ベリアルは。初心者向けの選択なのかもしれない一周回って ありがとうございます、うん、まあただ、はい、やっぱあの武器面で言うとちょっとまだね分かってない感じはあるの で、はい、うでね、うんうん、全然分かっておりません。あ、なるほどね。そのあたりなんだな。武器が一通り揃ったけどやっぱ先が見えねえっていうのがあるんだろうな、はい、こうやって見るとね、なんかじゃあここからどうするんだろう。ある程度10本揃ってさ、ウリュウさん武器見して、これで、まあ、あのじゃあ10本揃いました、なんかね配布で強そうな武器もらいましたってなって、はい、じゃあそこから先ってどうするんだろうって思っちゃうとやっぱ分かんないんだろうな。なるほどね。まあでも別にここからじゃあ強くなってもらおうっていう趣旨の動画ではなく、なんでやめたのかっていうのを見たい動画だから、はい、まあまあそのまま楽しんでいただくって感じなんだけど、まあでもあのこのラインナップ見てる人だったらわかると思うんだけど、結構ガチャ、無料ガチャは回してるみたいなね。あ、そうですね、話だよね。ウリュウさんが強かったっけ。ウリュウさんがなんかガチャ当たり多かった気がする。多分ね、初心者からするとあのなんか今からグラブル真面目にやってます、俺はグラブルを真面目にやってこれから始めていきたいと思いますみたいな人からすると垂涎というか、そうそう、なんかいいキャラクター持ってんじゃんみたいな感じになるんだけど、まあまあガチャだけ回してたのかな。そう、ガチャはなんか結構回してて、なんか友達がグラブルにハマってる人がいて、でなんかフェスだかいうの回した方がいいよって教えてくれるから、うん、なんか石そういえば溜まってるなと思って回すみたいな。なるほど。あとキャラクターのビジュアルがやっぱり好きな子とかが結構多いんで、うんうんうん、なんかそれをたまたまツイッターとかでやってるよって見かけた時に、あ、聞くかっていう感じでガチャが聞くことをしてました、うん、俺聞いた話でさ、すげえおもろかったのがさ、はい、ビンゴでコインゼロにするまでなんか買えませんみたいなことをやったって話を聞いたときはすげえ面白かったね。ちょっとその話聞きたい。そうですね、基本的に俺ら暇な時があって、うん、でたまたまその時グラブルを開いて、うん、であのこのコインめっちゃ持ってるよねって話になって、カジノコイン、まあそう、まあじゃあ暇だし、まあ、減るまでちょっとやってみっかって言って、うん、夜話しながらやってたら、まあ、あの朝方まで続いて、で結局コインは増えてる状態になって、そうだよね、そうだよね、これ終わんねえなっつってずーっとやりながらキリがないって言って、そうビンゴは期待値増えちゃうからね、まあ、ずっとビンゴやってたって、そういう人もいるだろうな。まあ遊び方の多様性っていう意味では、うん、まああると思うんですけど、ポーカーとかね、ビンゴとか、ね、結構そういうのは普通に楽しいなと思って。ミニゲームは結構楽しいですよね。これね、うん、意外とあのグラブルユーザーからするとレアというか、うん、レアな人なんですよ。というのももうポーカーに閉じ込められるみたいな言われ方をしてて、ゲームに影響がないからさ、そのゲームに影響はあるんだけど、昔はその召喚石があの、はい、カジノで手に入れられたんですよ。そう、まあ、今はちょっと環境的に落ちちゃったんだけど、昔はもうかなり必須みたいな感じのやつがカジノのラインナップにあって、だからグラブルを始めたらまずカジノをやらされるっていうところで、まあ、カジノって結構不評だったんですよね、なんですけど、まあ、今って結構そういうのないから、単純に楽しむためにカジノやってるっていう層もなんか既得な方もいるという、うん、その事実はグラブルユーザーに一石の波紋を投じたのではないでしょうか。いや割とおもろいですね。あ、本当、カジノ結構なんかずっと、うん、まあなんかあのなんて言うんだろう、当たると嬉しいってやっぱあるじゃないですか、いいものがみたいな、うんうんうん、なんかこうガチャとかそういう気持ちでね、なんかこう無心でできるんですよね。そう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 。なるほどね、なんかこうジャンタマやるぐらいのノリで、そうそう、そういう感じ、それ本当に近い、ジャンタマやるぐらいのノリでグラブルのカジノをやるんだ。うん、そうですね、なかなかない考え方ですよ。寺井さんキャラクターどうなってましたっけ。あ、今一応これ映ってるやつで、うんうんうん、何順とか分けとか、あとね、レア度、レア度高い順で、第二条件が属性高い順とかでよかった気がする。
属性の高い順ね、うん、これで、あ、ごめん、属性低い順ですわ。属性、レア度の第二条件で属性低い順にすると非属性で出たキャラクターの順番で出るんで、これが俺はいっちゃん好きなんですけど、やっぱこれ見た時点でやっぱあキャラたくさん持ってるなって思いますよ。432キャラっていうのはまあなかなか多いですね。っていうか非で1ページ目が埋まってるっていうのもまあやっぱキャラクター持ってる。でもやっぱり全然やってないじゃないですか。そうですね、そうそうそう、おもろいですね。ガチャを引いてただけなんですか。やっぱりほぼガチャ引いてただけですね。ウリュウさんもなんかね水着シャレム持ってたんだよな、さっき水着シャレムとリミテッドナルメは持ってたから、ポセイドンもいたし、やっぱね、そう、もうくれそれって感じの、でマジマジマジ、いっぱいくれるじゃないですかグラブルが、はい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 、それでなんか溜まってたりする。あ、でもやっぱそれ嬉しいところだよね。やっぱこうやりやすい、いざとなった時にプレイできるかもって思いながら。そうですね。ちなみに今回のドラえもんはガチ強いっす。ドラえもん強いんだ。ガチ強いっす。ドラえもんなのに。ガチ強いドラえもん。マジで強い。ドラえもんのコラボが来てることすら知らなかったっていう。はいはいはい。まあ昨日からですね。開いたら、あ、なんかドラえもんいるってなったぐらいなんで。うんうん。取っておくといいかもしれないです ね、 あね、8ページ目ぐらいまでいました。今寺井さんキャラクター、そうです、ね、SSR、ね、8ってことは160、そうですね、163体か。やっぱ多いっすねキャラクター、ね、もう初心者、もうグラブル本気でやっていきたいと思ってます、ランク120初心者ですみたいな感じの人がいたら、もうそんな人らよりは強い多分、そう、なんかそういう事前に貯めておいたパワー放出できるってのいいっすよね。こんなもんかもしれない俺の中でやりたい。あ、てかそう思ってますね。あ、俺ですか。あ、そっか、虚空心身か。イベントがあったんですよ。イベントで10点集10人の中から1人選べますってキャンプやってたんですけど、 あったあった、そう、あの今寺井さんが見てるページの左上から下に行こうのジャンヌダルクの今カーソルのちょっと1個左です。あ、これですね。これソーンっていう、まあ、10点集ってキャラなんですけど、無課金で手に入れられるんだけど結構取得が難しいっていう。なんか適当に選んだ記憶があるんですよねこれ。あ、まあ全然ソーンは悪い選択じゃないんですけど、優秀なキャラなんだけど、まあちょっとねランク80で取るようなキャラクターじゃないから。あ、そうですね。そうそうそう、使うのが難しいみたいな。あ、いや、というか取れないんですよ物理的に。そう、めちゃくちゃ金かかる、めちゃくちゃなんか必要なものが多くて、そうエンジョイで取るようなキャラクターじゃないから、あ、なんで損なんで損いるんだって光だったから取った記憶しかないですよね。はいはい。あ、じゃあやっぱ光を強化したいなと思ってて、光だからとりあえず取っとくかみたいな。そうですね。なるほどね。まあそんな風に進めてる人もいるという。はい、まあ、グラブルずっとハマってた人からするとなかなか想像つかないようなそんなオチだってなっちゃうみたいな。まあこんな人たちもいるんだっていう。まあやっぱいっちゃんビビるのはカジノとポーカーにハマってたっていう。そう、これはねマジだと思う。え、そんなやついるのみたいな。なんかでも分かるもんがカジノとポーカーしかない。本当に用を明かしてずっとやってたから。もうなんか普通に徹夜して1日ほぼ1日潰すレベルでやって、なんかまあもうやめようって、知らんなーってじゃあということで、初心者、はい、グラブル始めたけど即やめちゃったみたいな人たちの現状を見ていく動画でした。今回見せていただいたのは、はい、気まぐれプロジェクトの三雲雨竜さんと山田寺雄さんのお二人でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ということでいかがでしたでしょうか。三雲雨竜さんと山田寺雄さんのお二人にね、今回来ていただいて、まあ、ちょっと装備とか見せてもらったんですけど、まあ、個人的に驚いたのがなんか寺雄さんがですね、あの10点集を持ってたっていうのは
まあ、こういう方たちもいるんだなということで、まあ、グラブルのねランクが200、300ですっていう初形らにおきましては、なかなかのカルチャーギャップを感じられた回だったんじゃないかなと思います。まあ始めたら強くなりそうですね装備が全部揃ってるから。そんな感じで、まあちょっと新規と言いますか、なんかグラブルログボ勢とか、まあ暑いなって時にちょっとこうプレイだけするよっていう方、まああとちょっと気になった時にカジノだけやるよみたいなねまあそんな方をいらっしゃるということで、なかなか面白かった回だったんじゃないかなと思います。はい、それじゃあ、またたまにこういう企画やっていきますんで、よろしくお願いします。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。